はい、どうも、こんにちは、しまです。はい、不毛なく会話でーす。はい、はい、どうもどうも、始めていきたいと思います。今週はですね、4つ重症がございますので、ササクサササクサ,サ,サにちょっとやっていきたいと思います。<laughs> はい。えー、それではね、えー、今回ね、えー、予想させていただきたいレースは、ファルコンステークスの方でございます。はい。 えー、3年前にですね、改修工事が終わりまして、コース形状も変わりましたし、えー、データの方もね、一掃されたような形で過去3年分のデータしかないコースでございます。まあ、なのでね、えー、なかなかね、えー、探しにくいのと、えー、よくね、えー、このコン ここあ <laughs> 失礼しました。ここのところのね、3年間の配当金額ですね。えー、3年間ですが、えー、10万円を超えているような、えー、荒れ模様となっております。まあ今回もね、荒れるかどうかはね、ちょっと、まあ微妙ですけども、まあ、荒れるかなと思いつつ、予想させていただきたいと思います。はい。 はい。えー、それではね、えー、今回の足切りデータでございます。はい。まあ、先ほど言った通りね、えー、ファルコンステークス3年分のデータしかないです。参考データと思って聞いていただけたらと思います。はい。えー、まず第1ですね。えー、前奏1秒以上の負け。前奏ダート。えー、前奏クロックスステークス。この3つをご紹介させていただきます。はい。 はいえ、まずね、前走1秒以上の負け。まあまあ、そもそもですね、やはり1秒以上負けているとですね、さすがにちょっと厳しいなっていう部分が大きいと思います。はい。まあ、さす、あのー、まあね、次の日にあるね、スプリングステークスに比べれば、やはりレベルは落ちるんですが、えー、この後ね、NHK マイルカップに対しての重要なステップアップのレース、 だと思います、このレースは。はい。で、まあね、この、ここでね、勝ち負けできなくてもね、出走するメンバーはね、過去3年振り返ればね、えー、今思えば、とても充実してるメンバーだなっていうことがよくわかりますね。はい。例えば、えー、来週走る、高夏の菜園で走る白山ーンとかもここを出走してますので、まあそういうとこを考えればね、ゆくゆく先期待できる、 メンバーになってくるのかなとは思います。なので、まあ、さすがにね、1秒以上のね、負け、前奏でこのぐらいの負けがあると、まあ、勝ち負けしにくいんではないかという部分だと思います。はい。まあ、前奏、ダートですね。はい。今、過去にね、ダートの構想歴ある馬はね、えいいんですけど、まあ、前奏自体がダートだったっていう馬自体は、えー、あまりね、結果が残してないような形です。はい。で、 ダートにしかね、勝ちくがない馬ですら、えー、前走は芝を走って構想してますので、やはり前走ダートというのはマイナスになります。はい。はいえー、前走ね、えー、クロックス・ステークス、えー、9等いて9等ともね、あの馬券に絡んでないような状態です。えー、こちらですね、内訳もちょっと一応調べたんですが、はい。 9頭、えー、中ですね、えー、前走が、まあ、着外、4着以下だった馬が6頭で、2着だった馬が2頭、3着だった馬が1頭絡んでおります。でほとんどタイム差が、ね、ない馬もいたので、やはりこのローテーション自体が、ね、そもそも,もう相性が悪いっていう部分ですよね。はいで クロッカス・ステークスの場合、多分、まあ同じ距離なんですけども、やっぱ東京の芝と中京の芝は明らかに違うので、はい。まあ特にですね、今の中京の芝、かなりの重ばば、重ばのね、決闘、重い決闘ですね、要するに。はい。芝の重めになっているので、まあ先週の、 もう見てると、やはりちょっと重めの決闘が、やはり勝ちくらを上げてたりとか、3着以内、着に絡んでたりしますので、やはり、ローテーション的にもね、さすがに合わないのかなという部分で、まあ、ここのクロッカスステークス出走してるメンバーは全員、えー、切らせていただくような形にしました。まあ、特にね、この最後の部分は大きく思ってますので、まあ一番ね、えー、切らせていただきたいなと思ってます。はい。 はい。えー、それではね、まぁ、あ、こんな感じでね、えー、足切りデートの方をね、紹介させていただきまして、えー、次ですね、私の予想の方に入らせていただきたいと思います。はい。えー、私の本命ですね。はい。本命は13番の踏みも、踏みのムーンを上げさせていただきます。はい。えー、前奏ね、謎なずなしょう一着ですね。はい。 えー前走のね、夏野将一着、まあ中京の1400メートルの全く同じコースを走っております。まあ、前回催の時に走ってるような形ですね。はい。ねまあ、なんでこの馬をね、一番手に選んだかっていうと、まずですね、この同距離を一着取ってきてるっていう部分と、まあ、タイム自体はね、1分23秒6。まあ、対してこうね、褒めるタイムではないんですが、ただですね、やや重だったんですよね。この時のタイムが。 はい。なのでね、まあ、十分なのかなという部分と、で、注目したいのがですね、前走の上がりタイムです。はい。えー、過去ですね、3年間のデータなんですけども、えー、勝ち馬と2着の馬、連帯した馬の、えー、連帯をした馬は、上がりタイムが一部、えー、 3番以内の馬が、えー、連帯しております、はいまあ、3着だった馬は、えー、それ以外の馬ばっかりだったんですけども、まあ、基本的には、まあ、勝ち馬、まあ、連帯するなら上がりタイム1番という馬を選びたいという部分ですよね。はいまあ、それとですねあと、新馬戦を 1600m をこなしているという部分ですね。 まあこのコースですねあ、見かけに言わずかなりタフなコースになります。急坂もあるし、直線長い。まあ、本当、東京の縮小版みたいな感じで思ってくれればいいんですけど、まあ、ノリで言うとですね、まあ、特にね、この、えー、1400、中距離の1400メートル、やはりね、ちょっと長い距離を走って結果を残してないと、いやあの、難しいのではないかという部分ですよね。はい。 で実際にですね、えー、長距離を走ってて、両成績、まあ、せめて掲示板残るぐらいの、ね、ものがないとね、えー、なかなか結果がついてこないのではないかと思います。まあ、過去3年間のデータを振り返ると、そうですね、はいえー、やはり、えー、長距離にね、構想してる馬もね、いりますんでね、はいまあ、その辺あたりが、ね、この踏みの部分が一番ねぴったしかなと思って 選ばせていたた。だきました、はい、実際にです、ねえー、3走前の、ね、レース 2000m のレースを、まあ、ーに4着という掲示板に残しておりますので、まあ、そ,ういうふうその面を考えればね、まあ、この馬が、ね、軸としてはう、ね、ってつけなんじゃないかと選びさせていただきましたはい、はいえー、次、えー、2番手ですね。8番の山勝エースを選ばせていただきます。 はいえー、前走、アーリントンカップ6着ですね。はいまあ、打って変わってね、まあ、この馬ま、ま距離としては1400メートルまでしか結果は出してませんが、やはりですね前走内容はとても良かったですね。はいまあ、結局、アーリントンカップの場合、後ろから行って届かずの6着という感じだったんですけども、まあ、その分ね、トップのタイム差が0.2秒、着差以上にですね結果はいいです。はいで えーまあね、そこなり、ね、悲観することない、えー、結果だと思います。はいまあ、なので、ですね山縣エース、はいまあまあ、今回は、ね、十分、えー、阪神に比べて、ねえー、中京の方が直線が長いですので、まあ、その辺あたりを、ねえー、うまい具合に走ってくれるんではないかと思います。はい ま左回りについてはまあ問題ないと思ってますし、まあ、今の馬場はちょっとね、愛そうっていう部分ですよね。まあ、金亀3区はちょっと渋った馬場でも走りますので、まあ、母父にグラスワンダーもっていう血が混ざってる部分もね、ちょっと高評価っていう部分もありますし、はい。まあ、そういう面を踏まえて2番手に選ばせていただいたような形です。はい。えー、次、3番手ですね。はい。 15番のレンイン e n g l a を選ばせていただきます。はいえー、前奏新参記念5着の馬でございます。はい。はい。えーまあ、この馬に関してはですね。まあ珍まあこの中でもね、結構珍しいなんですけど、芝戸ダートが2位、両方ともね、こうまあ、高成績、1着の成績が残っているっていう部分ですね。はい、えー。まずですね、えー 一番長い距離ですね、のカチクラの話なんですが、一番長い距離のカチクラが、えー、ダートの1400だった場合ですね。はい。えー、4頭出走、出走してまして、1頭だけ馬券に絡んでるような形です。はい。で、大体、あれですね、芝と両方使って、ダートだけっていうパターンが3頭いて、1頭だけ、えー、 併用という形なんですけども、その1頭が、えー、このパターンですね。全く同じパターンという形になりましたので、まあ、面白いんじゃないかという部分と、えー、前走の、新山記念、えー、逃げて5着、で、トップとタイム差0.1、はい。まあ、震記念のレベルがどうだったんだっていうところ、部分もあるとは思うんですが、逃げ残れる部分に関しては、かなりプラスだと思います。0.1秒差、ほぼタイム差がありませんので、 えー、人波論短縮っていう部分はかなりプラスに出てくると思います。はい。で、決闘的にもですね、ちょっと重い馬場でも走りますし、実際ダートの成績を残しておりますので、全く問題ないかと思います。で、今ね、中京のね、えー、芝目を見るとね、かなりの前もこの、前残りの傾向が多いです。はい。まあえー、唯一ね、全然違ったのが、えー、中日、 新聞杯ですね、が、まあ、後ろから飛んでくるまで決着はしたんですが他のレースはほとんど前残りでレース決着しているような形でした、まあ、上,上2頭はね、あのー、そういうのを度外視して選ばせていただいたんですけども、まあねえー、芝もねそういうのを助けてね、えー、前残りする可能性は大きくあると思いますので、まあ、この馬を3番手に選ばせていただいたような形ですはい はいえー、最後4番手ですねはいえー、11番のケツァーロテナンゴを選ばせていただきます、えー、前走アーリントンカップ7着の馬でございますはい、はい、えー、まあ内容的にはですねあのー、まあここ最近ね、えー、全然ちょっとねパッとしないっていう部分があるんですけども、まあ、前走のねそのアーリントンカップが 良かったと思います。はい、えー。えー、6着とね、ちょっとね、のね、山勝エースに対してね、ちょっと0.2の差はね、ちょっと、いたもうあるんで、まあちょっといただけないんですが、えー、まあ復調兆しもありますし、前走の内容を見てみても、で、もともとですね、えー、2歳の時点でですね、中距離の2歳オープンを走って、勝ってますので、1600メートルを、まあ、 まあ、2歳の頃ですからね、何とも言いようはないですけども、まあ、そのね、距離、えー、競馬場としての、まあ、成績を残してるっていう部分は、まあ、プラスに捉えて、この馬を選ばせていただきました。はい。まあ、ちょっとね、絞った馬場でも、ちょっと走りそうな感じの決闘なので、はい、問題ないかなと思います。まあ、そういった感じでね、ちょっと選ばせていただきたいような感じでございます。はい。 はい。えー、それではね、こちらで、まあ、4頭の方、上げさせていただきました。まあ、基本的に予想はね、やはり、多少前残るんじゃないかっていう部分はあります。はい。十分ですね、えー、その要素が強い、今、コースのね、多分状態。まあ、今週はどうなるかわからないですけどね、はい。まあ、重症、差しで決まってましたからね、差しも届く。まあ、前の方、前目で競馬できる馬が、まあ、強いのかなと。 いう感じにも見受けましたけども、ちょっとね、あのー、まあ、こう、えー、それよりもね、ちょっと血統背景っていうのを重視して、あと選ばせていただいたような形ですね。はい。はい、えー、それではね、解明でございます。はい、えー、今回はですね、え三、ー、連単なんですけども、えー、二等軸マルチの変速の買い方ですね、二等軸の 二等軸ではないですね。えー、そうですね。フォーメーションの、たぶん、マルチっていう形に買,う買わせていただこうかなと思っております。はい。えー、13番の踏みのムーンを軸にしまして、えー、踏みのムーンを軸にしまして、えー、8番と15番を2着付け。で、3着に8番、15番、11番。 で、追加にですね、9番と17番を買わせていただきます。はい。ね、3連単のマルチにしますんで、48点ですかね、多分計。はい。という感じになります。はい。もうちょっと少ないかな。んもうちょっといいかな。まあ、ただこのぐらいだと思います。はい。はい。で、追加するね、9番と17番についてですね、9番のアボロのシンンですね。はい。 決闘、まあ、背景もそうなんですけど、まあ、前目の方で競馬できる、えーまあ、クロッカス・ステークスに走ってるんですよね全然そう、まあ、全然そうでもねだめなんですよね全然成績残ってないんでもうそもそもここは、ねね、成績残ってるのは切った方がいいんじゃないかと思ったんですけども、まあ前,目ね、前目の方で走れるという部分で、まあ、今回は買わせていただこうかなと思いました、はい えー、17番のブラッククローバーですね。はい。えー、もともとね、このまま買うつもりあってね、ちょっと卒業枠入って何やねんとうちょっとね、突っ込みたかったんですけども、はい。まあ、重めの馬場は問題ないですし、まあ、ただ短距離決闘ですよね、明らかな。はい。母父に桜爆心を追いますからね、この距離はどうなのかなとは思ったんですけども、 まあ3着にはね、こういう馬がね、来るケースが結構多いんですよね。1200しか結果を出しない馬は3着に来るっていうケースがありますんで、まあそのうう辺をね、入れて、まあ前走みたいにね、ちょっと前目で競馬、ね、しっかりできれば、まあ可能性はね、あるんじゃないかと思い、買わせていただきました。 で、まあこの馬ぐらいですね、調教タイム見て、あ、ちょっといいんじゃないのかって、動き良かったなと思った馬の一トですので、一応買わせていただくような形になりました。はい。はい、えー、それではね、まあファルコンステークスの予想の方を終わりにさせていただきます。はい。えっ、ー、と、じゃあどうしようかな。えー えー、今週ね、えー、残りまだ3レースありまして、まあ、先にね、まあ、いつも通り、まあ、土曜日分を上げさせていただきまして、まあ、連続でね、投稿させていただきますので、日曜日分も、はい、えー、よかったらね、見ていただいたらと思います。はい、長々聞いていただきありがとうございます。参考にしていただいたら幸いです。ありがとうございました。